ラローのレッグプレスですね、はい、をやってきます。足幅、腰幅ぐらいでしっかりまっすぐ立ってもらって、膝もつま先もまっすぐで。ラローにすることの狙いってどこ狙いですか？と外側後傾ですね、はい、結局開くと内転筋だったり内側後傾メインになってくるので、足のカット出すには細かい足幅変えたレッグプレスが必要です。そうですね、結構いろんな種類やってあげるといいかなと個人的には思います。はい、結構みんなフルクワドを意識するんですけど、股関節の詰まりがある場合とかもあるんで、別にやみくもに下げればいいってわけじゃなくて、ここを引っ込んでいくんですかね、上げると直筋に入ってきやすいんで。わかりました。なんとなくのイメージでやると膝が駆動になっちゃってあんまり良くなくて、こんな感じ。まあ膝はポンプみたいな感じ、あくまで初動はこっちみたいな感じ。そうそうそう、下ろすときにただベクトルがこっちに降りるよりもここをこう沈めていく。ああ、なるほど。ちょっとまあ一回やってみたら、膝を沈めていくイメージでちょっと動いてほしいです。ここに入れ込んでいくんですか、こっちに。でやると直筋入るんです。そうそうそう、動けない。ああ、やっぱ乗せるのね。もちろんですよ。何を言ってるんですか。いや、今のが一番気持ちよかったんだけど。あ、ネガティブメイン。ネガティブメインです。少しは普通にバンっておっしゃって。わかりました。ただその姿勢だけ崩れない範囲で。シュッ。もっといく。8秒ぐらい飛ばして。8秒。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22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 、
そうです。はい、ラスト1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、ケボゼン、失神するかと思った今。本当に本当に1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、8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 3、74、75、76、77、78、79、80
あと下ろし方、さっきと一緒で沈めていくイメージで、はい、グッと上げて、でもうこのポジションでこれだけ、この時もお尻丸まらないように、あ、パーシャルですか、そうそう、ボトムだけで、はい、2ぐらい。
come around. I assume no POP, tell them hold it down. We've been dropping every month, we ain't slowing down. まあ最後インナーサイン、男性も最近多いんですけど、はい、女性は足不足したりとかで、はい、結構そういう人が多いので、最後このインナーサインの、まあ、意識した方がいいトレーニングのポイントとか教えてもらえれば。よくありがちなのはまあ結構こんな感じ、あの背もたれがっつりつけてつけてるのと、あとここが締まりきってないんですよね、うん、パカパカしてるみたいな感じになっちゃうんで、まあ、まず第1はしっかりこう締め切ってあげる、うん、締め切ってもう最初のうちは1、2って心で数えてからゆっくり戻す。でここギリギリつかない、ガチャンってならない範囲まで戻してあげて、また切り返して止めてあげると、こう猫背にあんまならないように、こういう感じにならないように、うん、しっかり骨盤立ててあげて、少し前傾してあげると収縮強くなるので、このまま締めてあげる、はい、前傾してっていう形でやってあげるといいかなと思います。ごまかしが効かない。そう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 、はい、収縮、ここで収縮、この時腰回る、よし、はい、はい、止める、止める、そうそうそう、行こう、しっかりつける、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 そう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 、ラストしっかり固めます。3秒、1、2、3、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ということでね、毎年の恒例行事ということでね、ちょっと池くんに会いに来ました。で、今日なんですけども、あの前回ねポパイさんのパーソナルの時にも聞いたんですけれども、まあ実際まあ、僕が信用している、まあ、トレーナーとかあとトレーニーの方が飲んでいるサプリ、今日は池くん編ということで、池くんがちょっと実際に普段から飲んでいるサプリメントとかちょっと聞きたいなと思って、はいはいはい、何飲んでます今。まあ、昔はなんかいろいろ飲んでたんですけど、人体実験しますもんね。そうそう、うん、どれがどうなんだろう、変わるのかなみたいなの結構楽しんでたんですけど、まあ、最近ちょっと割とシンプルになってきて、うんうん、まあ、トレーニング中 EAA、 トレー前プレはまあ多少なりカフェイン系だったり、うん、NOK、 ああじゃあ別にカフェイン単体で取るっていう感じじゃないですか。カフェイン単体では取らないですよね、やっぱり何かしらパンプ系は一応は入っていますね、うんうん、まあ、それがモンスターで普通に済ましちゃったりとか。ああなるほどね。そうそうそう、はいはい、じゃあそのプレワーカート自体にそんなにちょっと重点を置いてるってことはない、はい、そうですね、昔はめちゃくちゃ置いてたんですよ。カフェイン何グラム、自分でアルギニンだったりアグマチンだって、そのパンプ系のものを腕の日は多くしてあげるとか、足の日だとあのパンプ系入れすぎるともう気持ち悪くなっちゃうんで、逆にカフェインを多くしてあげたり集中系のものを多くしてあげたりして結構遊んでたんですけど、確かにアグマチンとかもうここ最近効かなくなりましたね。そうっすね、一時期はね。そうそうそう、もうアグマチンすげーみたいな。そうそうそう、なったなった。カーボドリンクとか、それカーボとか入れたりします。増量期なのか運動強度どれぐらいなのかで調整してって感じですか。あ、じゃあそれはマルトデキストリンとか。そうですね、うん、基本的にはデキストリン。トレーニングはまあ EA とかデキストリン系取って、はい、まあ、リカバリーっていうか回復とかで、回復でプロテインぐらいですかね。あとクレアチン前後に入れてあげたりとか、うん、マルチビタミンとか取りますか。ビタミンは昔取ってたんですけど最近はたまにって感じです、うん、ただ、使用性のビタミン C は割と取ってます。あ、取ってる、はい、あ、なるほど。やっぱりカーボ、アミノ酸、うん、クレアチン、うん、ここら辺に関しては完全に実感がある。やっぱ集中力だったり粘りが落ちるんで、うん、トレーニング強度自体も結構影響するんで、そこは最低限は取ってるって感じですね。で、まあ、プレーワーカーとはその時のよりけりっていう感じ。そうですね、気分だったり時間だったり、うん、まあ伊賀君はカネキンジム、あれ都内とかでもやってるんですか。パーソナル、まあ、一応やってますね、新宿とかで、うん、はい、もうやってるので。マジで伊賀君筋肉博士だから、こうトレーニングとかで迷ってる方とか、あとはビギナーの方とかでもね、正しいフォームとかトレーニングとか見てもらいたい方はぜひぜひチェックしてみてください。ということで、じゃあねー。